ピストン。ピストンとは、機械部品の一種。中空の円筒形の部品の内側にはまり込む、円筒形のものの一般的な名称。ガソリンエンジンや、ディーゼルエンジンなどの内燃機関や、蒸気機関や、スターリングエンジンなどの外燃機関に使われるほか、注射器の内灯や、管楽器の音程を決める、バルブ部分にも使われているほか、身近な利用例に水洗弁機用洗浄弁である、フラッシュバブのピストンバルブがある。以下、本項では、レシプロエンジンのピストンについて述べる。燃焼室、シリンダーの断面は、一般的に円形であるため、ピストンの断面も円形である。ガソリンエンジンの場合、効率の良い燃焼、可燃電波を得てかつ、バルブとの干渉を避けるために、燃焼室の形状は複雑化している。そのため、燃焼室の底面を兼ねる、ピストン上面も凹凸を持つことが多い、バルブリセス。高い圧縮比を得るために、上面に大きく凸形状を与えられたり、逆に圧縮比を低く抑えるために、覆う形状になっているものもある。なお、ディーゼルエンジンの場合は、ピストン頭頂部を大きくくぼませて燃焼室を形成している。素材には、鉄、アルミニウム合金、チタン合金などが用いられている。製造法は生産性とコストを重視する量産品の場合、現在はアルミ鋳造品が一般的である。競技車やチューニングカーに用いられる専用ピストンは燃焼時の衝撃に耐える強度を確保するため、アルミ鍛造により製作されることが多い。ピストンでエンジン運転時最も厳しい部分は、ピストンピンとピストンの海面での摩擦であり、ドイツのダウンサイジングはここに DLC コーティングを施してブレークスルーをした経緯がある。シリンダー内の気体や液体がピストン側面から漏れると、効率の減少や潤滑油の希釈などが発生し危険でもある。しかしながら、シリンダーとピストンの断面の形状を全く同一にすると、摩擦による運動エネルギーの損失が生じる。そこで、ピストンの周囲に、鉢巻きのような構造である、ピストンリングをつける。自由状態では、シリンダ形よりも大きくできており、シリンダ内では外に広がろうとする張力を発生することで、側面の吹き抜けを抑えている。なお、ピストンリングは2から3本付けることが多い。ピストン下部には、その形状からスカートと呼ばれる部位がある。スカートは、ピストンがシリンダー内部で傾倒するのを防止する目的で付けられる。以前は、ピストン全周にスカートがあったが、近年ではピストンが傾く方向、すなわちピストンピンに直行する方向にのみスカートが設けられるのが普通である。また、その長さも短くなってきている、スリッパーピストン。スカートの形状は一見するとただの円筒のように見えるが、温感時に深円になる、要水平断面形状は、楕円形状をしており、またスムーズな収動や首振りによる内渦を抑えるため、横から見ると、中央付近が膨らんだ、樽型をしている。一部レーシングエンジンでは、スカートをほぼ省略し、摩擦力を軽減しているものもある。近年、スカート部にコーティングを施し、摩擦力を低減しているものもある。コーティングの組成は、エンジン性能を直接左右するため、多くのメーカーで秘密とされるが、主にモリブデンを含む、フッ素樹脂、デュポン社のテフロンなどであると言われている。ピストンは、シリンダ内の混合気の燃焼により、ガス膨張圧を受け止め、シリンダの体積を増やす方向に移動する。このような直線的な運動をそのまま動力源として用いることは少なく、通常はコネクティングロッド、コンロッドと呼ばれる棒状の部品を介して、回転運動可能なクランクシャフトに接続する。ピストンとコネクティングロッドの間に、自稼働のみで陽動しないピストンロードが入る、クロスヘッド方式、主に大型の機関もある。このような構成を取ることで、往復運動をタイヤやプロペラ、スクリューなどの回転運動に変換できる。発電機に接続し、機械的エネルギーを電気エネルギーに変換する場合もある。このピストン=クランク機構のピストン位置の時間変化曲線はサインカーブを描かない上視点側の動きがより急になる。これがエンジンの振動を悪化させる場合もある。なお、混合気の吸気と圧縮、燃焼ガスの排気サイクルでは、クランクシャフト側がピストンを動かしている。ピストンの直径、シリンダーの内径とストロークの比を、ボアストローク比という。同じ回転数であれば、ショートストロークの方が平均ピストンスピードが遅い。かつての9メートル毎秒が機械的強度限界とされていた時期は、高回転を使用するエンジンに採用されていたが、機械工作精度と材質の向上により、ピストンスピードの限界が上がっていること、ロングストロークは低フリクションであり、体系の燃焼質は燃焼効率低下につながるとする実験結果もあり、燃費向上を重視する乗用車用エンジンにおけるボアストローク比の傾向には変化が生まれている。水道部品では身近な利用例に水洗弁機用洗浄弁であるフラッシュバルブのピストンバルブがある。フラッシュバルブ式の水洗便所では水を流すたびにピストンバルブが高圧で往復運動して便器に供給する水流の出力を制御する。フラッシュバルブの作動原理は押し棒レバー等の起動弁を操作すると内蔵されているピストンバルブのリリーフバルブの逃がし弁が開き、ピストンバルブ上部の圧力室部に溜まった高水圧の水が抜けるので、吸水圧力でピストンバルブが上昇し、吐水、便器への吸水が始まり、同時にピストンバルブのストレーナー、フィルターから小穴を経て圧力室に水が徐々に入り、やがて圧力室の水圧が高くなると、ピストンバルブが下降し始めて、ついに自動的に水が止まる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。